はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました半前は先生です。2018年11月ですね、もう終わりですね、なろうとしておりますけれども、ここでねまた大発表で、バイナリーオプション FX の投資に対しては無限に稼げることが分かりました。ということは私一人で100兆円だろうと1000兆円だろうと稼げるということなんですね。FX もバイナリーオプションも、私は勝つ方法を見つけ出しましたと思われます。資産はもう世界一の億万長者の1万倍です。私のこの FX バイナリーオプションでの投資戦術ですね、この研究開発でですね、今発表しているのはおそらくね、世界の億万長者の1万倍 FX やバイナリーオプションで稼げるでしょうという分析データが出ました。世界の億万長者の1000倍ですよ、私一人の資産は、ということになるでしょう。外貨投資もバイナリーオプションの投資もコンピューターで分析が出ました。いくらかでも稼げるということがね、コンピューターで計算が答えが出たんです。それによりね、外貨投資バイナリーオプションにおいてね、私が投資すれば世界の億万長者の1万倍の収入が得られるということですね。3、1万倍ですよ、世界一のアマゾンさんの1位、ビル・ゲイツさんの2位ね。私は彼、仕事関係で彼の家に呼ばれたことあるんですけど、それから3位の投資家さんね、いらっしゃいますけども、頑張ってられますからね。私は今言った通りね、見つけ出しちゃいましたと思われますね。お金には全然不自由しなくなっちゃうね。お金には全然不自由しなくなっちゃうよ、私だけはね。ということをよく知ってください、私半前は先生。ちょっとねお茶ができたんで、ちょっとこう消毒するためにこういったのをポッと入れて、私はお金に不自由しなくなっちゃうかもしれませんね、ということですね。ということを大発表で、やっぱりすごいわな。ただ お金だけいくらってね、だけで果たせることってどの程度あるかということですね。うどん茶です、うどん茶飲んでますけど、なんていうかな、バイナリーオプション FX に私は無敵になるでしょう。もう無敵になりましたというような感じがします、今分析では。
負けは多いですけどね、少しずつ勝てるという方法を見つけ出したみたいです。バイナリーオプションのスペシャリスト先生はね、お金に不自由しなくなるみたいですね。すごいでしょ。お金全然不自由しないんだよ、お金だけは ね。お金で買えるものは何でも買えますわ。わかりますかね。というふうにね、今現在、ちょうどね、トヨタさんの副社長を見てたんですけども、頑張ってらっしゃいますね。頑張ってますね、本当に。年配の方でしっかりした人がまだ生き残ってらっしゃるんですね。私はもうまだ若いですけど、総理大臣と同じぐらいの、ね、年齢ですけど、1歳若いぐらいでね。これがうまくいきそうですね。お金に不自由しなくなっちゃったかもしれません。お金で買えるものは何でも買えますな、この世の中。私だけはね、とりあえずね。私だけはお金で買えるものは何でも買えますわな。ということです。かもしれませんね。ぜひよろしくお願いしますね。今後ともね。どうもありがとうございます。ちょっと分析、まず一つはバイナリーオプションについてはね、お見せするけども、このインジケーターの分析ね。いろいろパスワードとかね、プロテクトとか、